クサントスは古代ルキアの都市である。現在のトルコ南部で地中海に面するアンタルヤ県にあり、早い時代の文献では、クサントスの言葉自体が、ルキア全体を意味していた。1988年にユネスコの世界遺産復元されたネレード記念堂。クサントスはギリシャ人が付けた古代ルキアの都市の名前である。ヒッタイトやかつてのルイゴの名前では、アリンナであった。 共和制ローマ時代に入り、この町はクサントスと呼ばれるようになったが、これはギリシャ語の末尾、オスがすべてラテン語の末尾に見られる、アスに変化したからである。クサントスはリキアの文化と商業の中心地であり、後にペルシャ、マケドニア、ギリシャ、ローマがこの土地を征服、占領した。クサントスは古代、ギリシャ及びローマ人の人々が多くの記述を残していることで知られる。 ストラボンは、クサントスが、ルキアにおける最大の都市であると記した。ヘロドトスやアッピアノスは共に、紀元前540年頃の墓山にしゅ征服劇を描いている。ヘロドトスの叙述に従うと、ペルシャの軍隊は、クサントスの北部の平野で、ルキアの軍隊と、その衝突の後に、ルキアの軍隊は、クサントスへ撤退し、ペルシャの将軍ハッパルグスの包囲を受けた。 ルキアの人々は、クサントスのアクロポリスを破壊し、自らの祭祀や奴隷を殺し、その上で優勢に立つペルシャ軍に挑んだ。しかし、戦闘の間に、クサントスに不在にしていた80人の女性を除き、当時のクサントスの人々は死亡した。以上がヘロドトスによるペルシャのクサントス攻略戦の内容である。ペルシャの占領の間、期限全520年頃には、クサントスには、 地方自治が展開され、独自の効果が鋳造されるようになった。紀元前516年頃には、クサントスは、ダレーオス一世が実施したサトラピーの一つに組み込まれた。リュキアは、ペルシア戦争の際に、ギリシャ側に転じた。考古学的調査に基づくと、おおよそ紀元前475年から470年の間に破壊された。この破壊は、 アテネ人の鬼門の手によるのか、それともペルシャの手によるのかの議論ある。現状ではギリシャ側、ペルシャ側のいずれにもこの破壊に関して文献が残っていないため知ることはできないが、学者の中にはこの頃の破壊に関しては偶発的な自然災害のためと考えている。紀元前5世紀の最後の10年でクサントスは近隣のテルメソスを征服した。 アレクサンドロス3世の征服活動に関しての記録は歴史家によって大きく異なる。例えば2世紀のローマ時代に活躍したギリシャ人歴史家アリアノスは征服活動は平和的に行われたと助述しているのに対しアッピアノスはアレクサンドロスの征服によってクサントスは略奪を受けたと助述している。アレクサンドロスが死亡した後クサントスは アレクサンドロスの後継者たちの間で支配権は争われた。ディオドロスはクサントスはアンティゴノスからプトレマイオス一世の手に支配は移ったと記録している。アッピアノス、カッシウスディオ、プルタルコスのそれぞれの記録によると、紀元前42年、ブルータスの手によって再度、クサントスは破壊されたとされる。しかし、アッピアノスの記録に基づくと、マルクス・アントニウスによって、 再建された。ローマ時代の遺構としてアンフィテアトルムが残っている。考古学的調査によって、クサントスではリュキア語とキリシャ語の文書が数多く発見された。いくつかの文書は二言語で記述されており、リュキア語の解読に大いに有用である。クサントスの代名詞のようなハーピーの墓は箱型をしており、イギリス人考古学者チャールズ・フェローズンが発掘、発見した。 彼が発掘したものは大英博物館に収められている。ハーピーはギリシャ神話に出てくる上半身が女性で下半身が鳥の形をしている。5世紀に作られたと推定されるオリジナルは大英博物館にある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。